どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。さあ、続きいきましょう。警備員の数が少ないらしい。これはか。おんと、こんなとこで何してんのよ。リサちゃんのお母さんだね。これはまあ、スルーしておきましょう。あったんです、これ。はあ。これはだからなんだろう、人がいた時はこんな感じだったっていう、実は階層の話だったんだな。なんか前回やった時は全然なんかその時系列がなんか分かんなくて、ちょくちょく混乱はしてたんですけど、実はこれ階層だったってことか。色がだってモノトーンというか、ちょっと少しなんかノスタルジックな感じになってるもんね。多分これ毎ループするごとにこういうことが変わっていくのかなっていう気がするんですよね、きっと。はい。あや、いいの？あ、じゃあ、さっき5倍ってすごいよね、確かに。ここ、あほ、もらっ、おっと、例の、や、なんだ、ねぐ、あ、まあとりあえず問題なく、あ、これこれこれ、それ偏差値だったらな、これ気になってたんですよ俺。ほら、ほら、適応係数試験どうだったと。どうもこうも激高、あかんです。担任もこいつヤバすぎって感じで白い飯だし。いくつよ、 84%。 そうなのよ、まずいよな、俺ヤバいことになっちゃうかも。研究棟で解剖されるかもね。おじひ、無理だ、17% の俺とは住む世界が違う。これをね、聞いた時点からなんか俺おかしいなと思ったんだよ。ああ。で、しかもこれ、なんだっけ、ほら、俺外傷だし、内傷と外傷ってのがあるんだろうなっていうのはちょっと気づいて、ほら、あ、心傷だよ。外傷と心傷。どうしてその数字で群青なんだろう。いや、あいつ願書に群青って書いたらしいよ。誰だっけ。ああ、ラバか。おお。国って言ってたの。おそ、パソ、まあ、まあ、来た、なん、なん、あー、これもだから言えばヒントになってるわけか。あ、やっぱそうだ、それは1年前の思い出だった。1年前か。というわけで部活中だったりする。この部品はどうするんだろう。こっか、それともこっか、ここにしとくか。それっぽい感じするし。わかりますか。まあなんとか。下では先輩が脚立を支えてくれている。男の子がいると頼もしいですね。そうでしょうとも。ご用命の際はいつでもこの私めを。つうかこの人弟いるじゃないか。あ、これの話やったね、これ。え、と人生は無裏切られるぞ。トモキがそう言ってたんですか。裏切りって話ね。なんと言いますか、もうガクガクと脚立を揺する。おお。ままならねえです。落ちそうです。なんかいろいろと腑に落ちねえとこあるけどね。あ、ここで七香ちゃんイベントか。どうやら七香ちゃんはなんかちょっと違うんだよね、周りとは少し。あれ、謎の自転車女だ。謎の自転車女だ。これは本当かな。そんな、あ、これ読んだな多分。まあね、もちろん。とっととアンテナ組み立てる。はあ。そう、それこの期限に。多分この子の言う通りにしたら何か変わってくるんだろうな。調子こいてるといつまでもいつまでも無駄にしちゃって、そのうち存在自体が固定行動に固着しちゃうんだからね。これもだからループのことを言ってるのかもしれないね、もしかしたら。可能性っていうのはそういう性質があるんだから。ダウンロードが何度も失敗しちゃうことってあるだろう。それと似たようなものだ。なぜ吹っ飛ばされる私。もう今更言わないですよね、コミックなんちゃらに関しては。
コミック力場しか、はい、だから祠に行けって言ってたんだよね最初。それもまた気になるんだよ。まだ力場とか言うか。力場でいいんだ。ああ自分の血や兵器、いや血が苦手なものでして、その時七日の顔に巨大した表情を俺はうまく表現できない。泣きそうでもあったし笑ってるようでもあった。とはいえ単純な泣き笑いとも取れない根深い葛藤が混入していた。かすれるような声が唇から流れて顔が寄ってきた。これあったかな、これ確か。はあ、これあったね、これ。唾でもつけておけば治るでしょ。はあ。自分で。これはあったな、前から。なんか読んだことある気がする。あ、待って。出たぞ、今、なんだ？ちょっとバックログジャンプしてみましょうか。これなんかちょっと気になるな、もう一回。今の発言が気になる。何がリアリティか、何が神話か、頭がいいつもりか、俺様やろうか、人以下であることを国際的に証明されている文在で。落ち着け。死にたい。こらこら。いわゆる一つの自分がゴミであることを自覚しなければならないのです。有害なゴミ。群青には無識者もたくさんいるから。俺いつも怖かったんだ。傷つけてしまわないかって。危険があっても回避できないのが無識ってことだからね。猫が車の前に飛び出すみたいに自制しないといけない。細心の注意でもって。けど毎日楽しくてつい忘れてしまうんだ、自分が何者かってことを。俺は七日がみじろぎした。今度は本当に今日疲れて予測する間もなかった。え、あ、でも言わせてくれないんだ。そこは楽しいって言えるならいいじゃん。あったな結局。そのこどうも気になったから言ったからね。強くならないと生きる資格がないわけじゃないから、弱いままで。はあ。過去のいかなる軸にもその名前は記録されていない。じゃあどうして彼女は俺のことを。落ち着いた。なんかあったんだよな多分これ、間違いなく過去に。ああバカめ。はあ、あんた、あ、私もでもさ、かが、まあちょっと今俺黙って今想像してみたんだけど、どうもなんかやっぱこの子はキーマンになりそうなんだよなって気がするんだよね。はあ、まあいいや、とりあえず先へ進めましょう。それって可能性だからさ。はあ。タイヤがアスファルトを吸い自転車が走り出す。まあこんなこともありーの。ああ、これはあったね。はい、先輩が来てくれるんだよね。これはあったな、このイベント。うん、ちょっといい感じになるやつだね確か。まあちょっとここは飛ばしましょう、あえて。あの、読んだことがあるんで一回知ってるので、知ってるってことは多分あの、あ、待った、あ、ここ違うのか、ここボケたのか確か前回。ここはちょっとつ迫るか。ろうそくの、ろうそくのあえかな炎が彼女の方を淡い周囲に照らした。迫る。先輩、何？なんかいい雰囲気になるんだよね、ろうそくで。俺のためにこれからずっと味噌汁を作ってくれませんか。なぜか俺はプロポーズしてしまった。え？先輩をうろたえる。体が傾いて線が逸れる。小さな拳が口元に添えられ、額にシアンのシワ、シアンのシワが刻まれた。ペケ君、私、はい、味噌汁作れないんです。ラリホー、窓から叫んだ。腰引き、腰引きかしい、ナイスボケだった。
さらに迫る。どんどん迫っていこう。わかりましたよ先輩。じゃあですね、代わりに何エッチなことってしたことあります？文脈違うじゃないですか先輩っていいなって思ったんです。あの桜舞う入学式の日、弟が死んで目的を見失った俺を救い出してくれた先輩の思い出に一言が。騙されません。大体弟なんていないでしょ。ね白球にかけた一夏、あいつは、俺はあいつから逃げるために野球をやめたつもりでした。違う違う、野球は違う。と言いますか、すごくエッチなこと考えてませんか？いや、食欲が満たされたからあとは性欲かなって。ラリホー。先輩は窓から叫んだ。それ以上近寄ったら舌を噛んで死にますそんなに嫌なんですか？泣きそう。やっぱ人間容姿だ。白髪の醜悪ボーイには人並みの恋愛など許されないのだ。でも土下座したらもしかして人としての最低ランクの思考。ということで次回行きましょう。お楽しみに。どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかです。それではやっていきましょう。迫りますよ。はい、迫る。とりあえず落ち着きましょうね。ダメです。男がここまで来たらもう引っ込みがつきませんよ。そんなこと言われても。あの時、え、1年生の時、俺が一人でいた時、あなたよく話しかけてきた。屋上で。あれは同じ場所で居合わせたから。先輩は俺を暗闇から救い取ってくれた。俺本当は放送部には入れなかったんですよね。適応係数が高すぎるから。でも誘ってくれたじゃないですか。手も回してくれた。俺がちゃんと入部できるように。ああ、調べましたから知ってます。それは一人で寂しそうだったから。健全な部活を通して。迫ると先輩は逃げていく。けれど俺は虹に寄って、人に手を差し伸べればそこに関係ができます。感謝されたり好意が生まれたり。俺が先輩に近づきたいと思うんだって自然なことです。手を伸ばす。指先が唇に触れる。手首をつかまれた。でも私そういうのでは。なら俺を拒絶しますか。俺を元の暗闇に戻せばいい。そうしたら俺だって無理強いはしない。そういう言い方はずるいです。ええ、ずるいですよ。ずるいんです。俺は唇から首元に降りた指が止まる。ボタンを外すこともできるのに、こわばりが体を支配しようとしている。ためらいと呼ばれる感情、そんなものを自覚することさえまれで、俺はぐるりと思考を一周させて結局全てを放棄してしまう。挨拶をしましょう。挨拶？疑問を評価させるより早く顔を寄せた。わお、やるなおい。数秒の接触、離れる。外国式の挨拶。しかし普通口ではしない。先輩は固まっている。先輩。む？む？むひゃ。そして彼女はそのまま倒れた。先輩。すでに軽い寝息を立てていた。気絶してしまったのだ。はあ。1時間、彼女が寝ていた時間だ。ずっと見つめていた。ベケ君？どうも。私寝てしまって。そこではたと。どうして寝てしまったのでしょう。多分俺のセーフティー能力によって。何？何でもありません。記憶が飛んでいるらしいな。触れない方が吉か。大丈夫ですか？お恥ずかしい。疲れていたようです。
まあ仕方ありますまい。そうだ、ちょっと待ってください。開花に行って戻る。どうぞ。アイスバー訂正。あら、いただきます。二人でかじる。冷たい、おいしい。うん、怒ってはいないようだ。何の話でしたっけ。明日海にも行きましょうかって話です。そんな話しましたっけ。その矢先に寝ちゃったんで。自己嫌悪。ねえ先輩。はい。明日海にも行きませんか。海に。二人で。そうですね。あ、二人で行くんだ。部活のことを考えたのかもしれない。休息も必要です。そうですね。じゃあ明日は休みにして。パーッとハニカム、吹っ切れたように見えてやはりどっかに戸惑いがあった。どうしても届かない。きっと体を重ねても変わりはしないんだろう。そんなことで埋まる溝ではないんだろう。じゃあどうすれば。今はまだ闇しか見えない。でそのまま、あ、これはでもやったって感じかな。楽しい海だった。今ではみんなのはしゃぎをは思い出せる。どこ疲れてんのよ。あったね、こんなことも。ハセクラさんってクロス君とどういうご関係なんでしょうね。はあ、ヨーコちゃん、あったねそうそう、怪我しちゃったんだよね、ミキちゃんが。そこはカットなんだね、がっつり。二人って言って二人じゃないっていう。教室に顔を出すとトークはいた。俺は驚いて佇む。と、桐原。気だるげに視線がまるで俺の背後を見通すかのようにうつろに泳いで、泳いだ。トーコの頬がこけていた。肌色も悪い。髪の毛もほつれて、命の灯火は確実に小さくなっていた。関心ない様子で机に顔を伏せる。トーコは誰にも触れないまま朽ちていくんだろうか。人類の終わったことの世界で。彼女はショックに耐えられなかったのか。誰だって最後は一人で死ぬけど、死ぬまで生きていないといけないのに。俺は近寄って声をかけた。できるだけ優しく。それが偽善であったとしても構わない。俺は偽善を行うためにあるんだから。気に食わないこともあるだろうけど、明日から部活来てみないか。困惑と戸惑いを張り付けて、彼女は伏していた顔を上げた。憔悴したその面差しが黄色に色付けされて、どっか悲壮な印象を与えた。なか、机に水筒とサンドイッチの炭を置いた。海水浴の残りだ。一人分ぐらいはあった。遠くはそれをじっと凝視する。ゆっくり食べないと胃が受け付けないからな。食欲ないのよ。かすれた声。よし、わかった、食べるんだ。ゆっくりと手が伸びる。包みを解き、小さく頬張るか。ゆっくりな、水もあるから。口を押さえる。な、平気か。平気だから、いいから。振り払われる。虚弱は弱々しかったが、拒絶の意志は確かだった。桐原、気まずい空気。これもらうわ。家で食べるから。そうなのか。ええ、ありがとう。すんなりと礼の言葉を口にする。俺さ、日曜部活に出ようと思うんだけど、よかったら来るといいよ。 SOS 出すんだ。大して広範囲には届かないみたいだけど、指向性と帯域の調整はいくらでもできるから。
それが新しい部活なんだ。悪くないだろ。少しだけ瞳子との悪関係を修復できた気がした。瞳子ちゃん弱ってんだ。そういうルートなのかもしんねえな。考えてみたら、ああ夜は原稿書きだ。いまいちはかどらない。ありきたりな内容。あのこれはやったかもしんねえな。ああそう、実は先輩学校にいるっていうね。はいはい、ちょっとまあスキップしましょう。ここは知ってるので。時間はたっぷりあるんですから。とそれに急げばそれだけ早く終わってしまう。つい自分が近畿を口走っていることに気づく。私逃げてるんでしょうか。作業に逃げてるってことなんだろうな、きっと。こういう現実から。うん、見ぬ、え、はあ、そうそうそう、これ俺驚いたんだよ。あなたは30を超えているはずだ。多分年の話なんだろうな、間違いなく。強度の自傷症状。無言という固定、肯定、俺はただ言葉を重ねる。一人で作業するのはいい。けど追い詰められるなら、このまま単独で没頭するのは危険だ。弾けた時、ここは屋上だってことが危険だ。分かってますか？分かってますよ。ポツッと言う。これ言ったな、確か。池君、君にこ、ありが、だって、だって君、はあ、でも、意固地になってたってのあったな、これ。そう、差し入れ。でも、ペケ、実は優しい、まだなんか気遣う人もいただと、いたと、つながってるんだよって話だね。ということで、次回行きましょう、楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。ん、ちょっと待て、今、あー嫌だな、うか。おーっと、ちょっと待って、嫌なの？